アンダスレーブの境界当時のスウェーデンのパトカー、警官殺しは、ペールバールと毎週バル協調によるスウェーデンの警察小説、マルティンベックシリーズの第9作である。翻訳の原書は、トーマス・ティール分け、パンテオンブックスの英語版、コップキラー。アンダスレーブの街で一人暮らしをしていた、シグブリート・モードが行方不明になり、 真っ先に疑われたのが隣人で、前科持ちのフォルケ・ベンクトソンであった。現地の駐在所長のヘルゴット・オーライの捜査を助けるために以前、ベンクトソンを逮捕したマルティン・ベックとコルベリが派遣された。マスメディアや警察上層部では、ベンクトソンを犯人とみなしていたが、ベックらの捜査現場にいる者たちは納得していなかった。百七十三年十一月十八日の朝、 丸目警察官区内で無糖化の不審車両を停止させたパトカー警官が射殺されるという事件が発生した。コルベリはそちらの事件捜査に引き抜かれていってしまい、ベックはわずかな手がかりをもとに被害者と関係していたと思われる人物を探していた。ありがとうございます。